ランドローバーディスカバリーランドローバーディスカバリースポーツディスカバリースポーツはインドタタ自同社の子会社であるイギリスランドローバー社が発売している高級 SUV である2019年現在同社が販売している車種の中では最もコンパクトなモデルの一つであるフリーランダー2の後継車種として2014年9月3日に発表され 詳細は2014年10月2日のパリモーターショー14にて発表された。イボークと設計を共有するコンパクト SUV でありながら3列シート仕様が用意された。エンジンは 2.0L 自家4ガソリンターボのエコブーストエンジンと 2.2L 自家4ディーゼルターボのデュラトルクエンジンが横置きで搭載される。二千十八年モデルから自社開発の完全新設系エンジン。 インジニウムエンジンに切り替わった。2019年5月22日、欧州で発表。見た目こそ、ライトのデザイン変更程度だが、D8 プラットフォームに変えて、イルウッド工場で共に生産される2台目、レンジローバーイボークと同じ、新プレミアムトランスバースアーキテクチャを採用。この新プラットフォームによって、電動パワートレイニア48、 V マイルドハイブリッドシステムの搭載が可能となり、ラインナップの大半が 48V マイルドハイブリッドシステムを採用することになる。2019年10月、日本発売。ありがとうございます。